はいどうもこんにちは。今日もですねライブアフターシーズン3をやっていきたいと思います。本日ですね鎧の巨人侵入野営地防衛戦をやろうとしていたらリスナーの方が私のためにジップラインを分かりやすく教えていただきました。なので今回は鎧の巨人侵入をジップラインではめて倒していきたいと思います。ジップラインはめはですね今までの柵はめやテントはめと違って柵を設置する必要はありません。柵は必要ないんですけどメンバー全員がジップラインハメを理解している必要がありますので仲間と一緒に協力をしてジップラインハメを成功させたいと思います。はいではですね4名のパーティーが集まりましたのでジップラインハメを今からやりたいと思います。挑戦さあ始まりましたさあ始まりました鎧の巨人侵入。最初の建物から最速で隣のジップラインの一番高いところまで行きましょう。ここですね。まだ巨人は来てません。このジップラインのこの手すり、この手すりにさあ乗ります。さあこれで OK。さあ巨人がやってきて、1名の方が今別の場所に来てターゲットを取るための役をお願いしてあります。さあ、1名の方が攻撃をするはずです。さあ攻撃をして、さあターゲットを取りました。そして、ここまでやってきて、はい、これがジップラインハメですね。さあ、ハメが成功しました。この状態で、T ホルモンですね。さあ T ホルモン投げて、あとは、マーラー海鮮丼を食べて、あとは、頭にぶち込むだけですね。さあこれがジップラインハメということで今この方がターゲットを取っていただいてますので私はこの下に降りても OK ですね。さあここに降りても OK。 さあそしてこの近くに弾薬箱、うん、よっとさあ設置しておきましょう。さあ弾薬箱設置してあとは鎧の巨人ですね。鎧の巨人の頭にショットガンを打ち込み続けるだけですね。全員がしっかりと連携をとってやり方を把握していれば、ジップラインハメはですね、成功しますね。そしてこのジップラインハメのいいところはですね鎧の巨人がハマると回復ですとか、おたけびっていうのを一切しませんのであとはずっと鎧の巨人に対してヘッドショットをし続けるだけということなんですね。これが一回成功してしまえばあとは非常に楽ですのでパーティー全員が把握して連携ができれば非常におすすめな、ジップラインハメだと思います。ちなみにですけど今ターゲットを取っていただいている方はこのジップライン台の上から、移動することはできないらしくて他の3名の方はね下の階まで降りてもいいんですけどターゲット役の方はジップラインの台から一歩も動けないということですね。さああとはただずっとですね鎧の巨人の頭にヘッドショットを当て続けるだけですね。さあヘッドショットをし続けていきましょう。
はい、鎧の巨人の体力があと2割程度ですね。このジップラインハメは回復モーションが取れませんので、おたけびもしませんので、やはりその分だけ早いですね。体力を減らすのが早いですね。さああと1割程度、そしてこの距離でずっとヘッドショットを狙い続けることもできるので、ミスショットもないですし、とっても楽なんですよね。さああともうちょいかな、あともう1回弾薬込めて、さあ D ホルモンで、さあもうすぐ、さあ撃退できました。さあ最後におたかび、おたけびしましたけど、さあ鎧の巨人さよなら。さあジップラインハメでクリアすることができました。どうもありがとうございます。はい、鎧の巨人侵入をクリアすることができました。ジップラインハメですね、パーティー4人全員が理解していれば、鎧の巨人をですね回復させることなく倒しきることができますので、成功してしまえばあとは攻撃をし続けるだけですので、ぜひですね仲間内などでジップラインハメを試してみてください。